DCRHC53 ハンデカムはソニーが製造、販売している民生用カムコーダのブランドで同社の登録商標。撮影用メディアは8ミリビデオ方式に始まり、ハイ8方式、DV 方式、デジタル8方式、マイケローミブ方式、DVD 方式、内蔵 HDD 記録方式、メモリ方式などメディア媒体を移り変わりながら発売している。 映像フォーマットコーデックは DV 以降、MPEG-1、MPEG-2 による SD、ハイビジョン形式での記録に対応した HDV 方式とアベッチド方式、4K に対応したザベック、s 方式の4種類がある。他社がカムコーダのブランド名を入れ替える中、ハンディカムのブランド名は一貫して使い続けられている。ロゴは 初期の丸い文字から2回の変更が行われている。なお、デジタルカメラは、デジタルマビカ、サイバーショット、アルファという別系統で、製品展開をしている。また、1999年12月には、MD データ二媒体で記録する、実験的なカムコーダー、MD ディスクアムが発売された。第1号機は1985年に発売された8ミリビデオの、録画専用機。 CCD M8。CCD CC は自社開発の25万画素。再生機能を省き、レンズは単焦点、ファインダーも光学式にして小型化を実現した。重量は 1.1kg。片手でアクションを対ビデオカメラをコンパクトカメラ感覚で扱えるよう簡便化した。再生用に据置き型8ミ、mm、リビデオデッキも同時発売され、その相性はウェルカムだった。 ちなみに、型番に付けられた CCD- の記号は、個体撮像素子の一種である CCD に由来している。初代ハンディカム以後、ハイ8世代まで使用された。その後、再生機能とモノクロ電子、ビューファインダー2.6倍ズームレンズを備えた CCDV30 を発売。1989年6月21日には、パスポートサイズとして、 質量 790g の CCDT-R55 を約16万円で発売。人気女優である浅野厚子を起用した CM も高を奏し大ヒット。当時熾烈な競争を繰り広げていた v h s シートシェアを逆転した。1995年にはファインダーの代わりにカラー液晶画面を搭載し、1993年から 小型化された現行のパスポートサイズに収まるボディサイズとなった CCDS-C55 を1997年10月21日にはミニードブメディアを用いてパスポートサイズに収めた縦置きの DCR-PC10 を発売した。2003年10月18日にはマイケローミブメディアを用いた。詳細はソニーのビデオカメラ製品一覧を 参照2001年9月発売の DV 方式の DCRPC120 と10月発売のマイケルーミブ方式の DCRIP7 から2年間程度の発売機種で展開。カムコーダ本体にコンパクト HTML、インターネットブラウザと Bluetooth を搭載し、Bluetooth のモデム機能を使用してメモリースティックに保存した画像や MPEG1 動画を 添付したメールの送受信やブラウジングが可能。操作はタッチパネルとカーソルキーで行い、文字は p w a x のトグル打ちで入力する。ハンディカムのオプションとして CF モデムアダプタビティ NW1 も発売された。ありがとうございます。